霊夢、大変だぞ。マリサ、一体どうしたのよ？新聞の購読数が2000万部激減したそうだぞ。時代は新聞。紙新聞なんて必要ないのよ。当然、テレビもね。今回は、前半でその話題。後半、はい、柴総理が5分で、トランプ氏との電話会談を打ち切られたことを見ていくわよ。霊夢、収録する時間よ。記事のタイトルを読むわよ。石破首相とトランプ氏会談わずか、5分の衝撃、韓国、ユン大統領の、半分以下。記事のツッコミを読むわよ。そりゃ日本人をバカにしたような記事を、書き、大した取材もせずに、記者クラブでもらってきた記事を、そのまま一面に掲載するような、情けないレベルの新聞なんて、誰も読むわけがない。週刊誌はしっかり取材して、政権まで揺るがすのに新聞は何もないですよね。少なくともこちらが知っている限りでは、新聞がすごいニュースを持ってきたなんてない。最近、お正月の一面も大した記事もなく、ああ、そろそろ新聞の時代は、終わりを迎えそうだなと思ったものだ。そもそも紙の新聞がいらないよな。押し紙とか平気でやって広告主を、騙すようなクズ新聞だらけだもんな。かといってデジタルを有料記事にしたところで、購読するほど先が読みたい記事もない。検索用や SEO 対策に、無駄に文字数を稼いでる記事ばかりだもんな。だから AI に翻訳させたら3分の、1以下の文章で要点がわかるという。しかし、テレビの時代も終了して新聞の時代も、終わりを迎える。ネットでこまごまと記事を増やしたところで、似たような記事ばかりだしな。よほど週刊誌の方が取材を、して独自の記事を出しているという。この20年で2000万部激減とかあるが、押し紙を全部なくしたらもっと、減るから大丈夫だ。まあ、実際、活字離れというより、新聞離れであり、それは時代の流れというやつだ。こちらも読売新聞を取っているが、ここで紹介して突っ込むような記事もあまりない。あと、今回の記事はテレビ離れとかもあるが、そもそも変更報道ばかりの。テレビなんて見るわけないだろう。こちら十数年前から地上波など、一切見ていない。しかも、ハリス氏が勝つとかやっていて、当日はお通夜モードだったんだろう。そもそも全国紙もテレビもいらないんだよ。衝撃も何も必要ないんだよな。だから、需要がないから消えていくんだよ。需要があるなら残るからな。では、記事を引用しよう。ニャス姫、お願い。わかりましたわ。読んでいきますわね。今回の記事は大きく分けて3つあるので、1つの塊ごとに突っ込んでいく。日本から全国紙が消える日。対面販売ではなくとも、地域の証券縮小の影響を直接受ける業種がある。会社名に都道府県名を冠したご当地企業である。代表的なのは、地方銀行やカーディーラーのように地区割された各種の販売代理店だ。広い意味では地方国立大学なども該当しよう。一部には、東京圏などでの展開に活路を見出そうとしているところもあるが、営業の主中派ご当地の都道府県であることに変わりはない。人口が増えていた時代には、県外のライバル企業の攻勢を受けることもなくメリットが上回っていたが、今となっては、都道府県人口の減少が、そのまま販売数や利用者数の減少を意味する。地方銀行の苦悩ぶりは広く知られるようになったが、大変厳しい経営環境に置かれているのはローカルメディアも同じだ。地方新聞社地方紙では、すでに廃刊、休刊や、有刊の撤退が相次いでいる。当該県人口の減少は、販売部数の減少を招くだけではない。地方紙に広告を出す地元企業も減少する。地方紙にとっては、広告収入やイベント開催などによる営業収入の減少も深刻なのだ。新たな収入源を確保すべく、ほとんどの新聞社が、本来の新聞発行とは、無縁の事業に乗り出し、経営の多角化を図っている。新聞の場合、テレビに加えてネットメディアが発達したことで、いわゆる紙離れが進んできた。一般社団法人日本新聞協会によれば、2021年10月の発行部数の、総計は3,327,135部で、2000年10月5,370,8,831部と比べて 38.5% も減った。この間、一人暮らしの増加もあって、世帯数は 1.2 倍増となっているのだから、
宅配による購読離れがいかに進んだかがわかる。さらに危機的なのは、若い世代が新聞という媒体を手にする機会が減ってきていることだ。総務省情報通信政策研究所の令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書2021年1月実施によれば、新聞の平均閲読時間平日は10代 1.4 分、20代 1.7 分、30代 1.9 分と、若い世代にはほぼ読まれていない。60代の 23.2 分を含めた全年代の平均でも 8.5 分に過ぎない。少子化で若者が減るという以前に、新聞そのものが必要とされなくなってきているのである。長年の習慣として宅配購読を続けている世代が亡くなったり、介護施設に入ったりすると、部数の減少は急加速するだろう。地方紙の場合、購読者はほぼ県内に限られるため、高齢化率が高くかつ人口減少スピードが速い県ほど、マーケットの縮小は著しい。社人県の将来人口推計によれば、2025年から2040年にかけて秋田、山口、鹿児島など21県で65歳以上人口が減る。75歳以上人口が減少するのは、大阪府や山口県、京都府など17府県に上る。地方紙の減少は、全国規模で新聞発行を行う新聞社全国紙や、複数県に発行する新聞社ブロック紙にも影響する。地方の場合、地方紙と全国紙かブロック紙を併読している人が多いためだ。しかも、地方紙の新聞販売店が全国紙を配達しているケースもある。地方紙を購読しなくなれば、必然的に全国紙やブロック紙の購読もやめることになる。地方紙の激減とは、全国紙消滅へのファーストステップでもある。地方紙の悩みの種は、購読者のマーケットが縮小し、拡大させることが難しいということだけではない。直近の課題として、取材網や配達網の維持が困難になってきている。新聞社は、小都市などに、通信部という小さな取材拠点を持っているが、経営が悪化すると、各地の通信部に記者を常駐させることが難しくなる。地方紙にとっては、全国紙ではカバーしきれないエリアに、記者を配置することが強みであるだけに、これを維持できないとなると、紙面の質だけでなく、競争力の劣化を招く。一方、配達網の寸断も目立ってきた。新聞販売店は、配達部数の減少に加えて過疎エリアが広がり、経営効率が悪化し続けている。今では、路線バスに過疎地までの輸送を委ねる事例も出てきた。過疎地では、朝刊は朝届くものという常識が過去のこととなったところが増えているが、新聞社の経営体力が弱くなれば、新聞が宅配できなくなるエリアが拡大する。前編のニュースは以上。そもそも、新聞の時給が今の時代は安すぎる。飲食店で深夜に1時間働けば1500円ぐらいもらえるのに、朝刊を2時間程度で配達しても部数が減ってるので5万円以下である。わざわざ朝起きて新聞配っても他のバイトの方が高い。こんな馬鹿げた話がまかり通っているんだよな。そりゃ人が来なくて毎月人を募集するよな。紙面の質なんて語れるほど面白い記事書いてるんですかね。記者クラブからもらってきた記事を横並びに載せているだけだよな。競争力も何も無駄な新聞社が多すぎるんだよ。さっさと毎日と朝日を廃業させればいいんじゃないか。ああ、東京新聞もいらないので、最後に残る全国紙は読売新聞だけだと思うぞ。霊夢、交代よ。ありがとう。続きを読むわね。次はローカルテレビの惨状を見ていこうか。ローカルテレビ局の売り上げが1000億円減少。地方のテレビ会社ローカルテレビ局も地方紙と同様に県内人口の減少に苦しんでいる。テレビ業界というと華やかなイメージを持ちがちだが、ローカルテレビ局の現状は決して楽ではない。インターネットが社会インフラとして定着し、 YouTube などで誰もがマイテレビ局を解説できるようになり、テレビ離れは進んだ。映画などのサブスクリプションサービスも定着して、今や映像情報は日常に溢れている。早送りしながら見るという倍速視聴という言葉が話題となっているが、映像を選べる時代となって、お引き瀬のプログラムで放送するテレビを見ない人が増えている。テレビの場合、
様々な年代を対象にせざるを得ないこともあって、新聞と同じく若者を中心とした、テレビ離れ、が、著しくなっている。見たくなる番組が限られているためだ。総務省の資料によれば、2020年時点において、平日1日15分以上テレビを、見る割合平均は、10代男性が 54%、20代男性は 49% に、過ぎない。若者の、テレビ離れ、はテレビ広告市場の、縮小につながる。2020年の広告費はインターネットが、2兆2000億円に対し、地上波テレビは1兆5000億円でかなり水を開けられているのだ。それは会社全体の収支の悪化となって現れる。総務省の資料によれば、全国114局のローカルテレビ局の売上高は、2014年度の約7055億円から、2020年度には約5933億円に落ち込んだ。単純に平均すれば、1局あたり約10億円の減収である。営業利益は2014年度の約575億円から2020年度には約165億円に落ち込み、1社あたり約5億円から1億円ほどになった。ローカルテレビ局は地元の有力企業やキー局、新聞社の資本が多く投入され、それらとの深い結びつきによって成り立っているため、現時点で相次いで倒産するといった事態に、追い込まれているわけではない。しかも、キー局が作った番組を、ローカル局が放送すると、その番組のスポンサーがキー局に、支払った CM 費の一部を、得られる仕組みとなっている。キー局にとってローカルテレビ局は全国ネットワークの、生命線であるためだ。全国ネットワークを構築することで、自動車や生活必需品、化粧品といったナショナルクライアントからの、広告額を高く維持できている面があり、こうしたビジネスモデルとなっているのである。だが、先述したようにインターネットや動画配信の普及などによって、娯楽が多様化しており、キー局も収入減少や視聴率の低下に悪戦苦闘している。今後はキー局の広告収入のさらなる落ち込みが予想される。このため、ローカル局も自前の広告収入などを、増やす必要性に迫られているのだが、人口減少によって地域経済の低迷が顕著になり、自前で広告収入を増やすことは容易でない。数年以内に債務超過に陥るローカル局が出かねないとの見方もある。周辺は以上。これもどうでもいいよな。YouTube の素人に負けるようなローカルテレビ局なんていらないじゃないか。いい加減。ぬるま湯に浸かって殿様商売できてたのは、テレビが、視聴されていた時代だったからと、気づけよ。今じゃ、テレビが YouTube からネタを、拾ってきて出すまでに落ちたものな。どちらにせよ。面白い作品を作れないようになれば、エンタメは終わりなのだ。そのうちネットフリックスなどに、視聴者を奪われていくと、思っていたら、それも凄まじい速度だったな。テレビなんていらないものな。ネットフリックスならいつでも見られるし、テレビでは視聴できない。オリジナルドラマも金がかかっていて、面白いからな。資本力が違うのだ。地方のローカルテレビ局が勝てるわけがない。それでは後編を見ていこうか。局を集約しても問題解決しない。途中省略。ローカル CM の場合、当該県のみで事業展開している地元。企業が広告を出していることが多く、放送エリアの拡大によって、こうしたスポンサー企業が求める証券とのミスマッチが起こるとローカル CM そのものの出稿量減少となりかねないためだ。だからといって、苦し紛れにローカル CM 料金のダンピングに走れば、ローカルテレビ局同士での価格競争が始まり、経営は一気に揺らぎ始める。ナショナルクライアントからの広告出稿にしても、仮にローカルテレビ局が統合によって放送エリアを3県に拡大したとしても、それまでの3県分を足し合わせた広告額を支払い続ける保証はない。むしろ減らす方向へと行くだろう。人口減少によるテレビ視聴者数の減少という根本的な減収要因が横たわる以上、
ローカルテレビ局の抱える危機的状況は解消し得ないのである。そもそも、地元資本が複雑に入り組んでいるローカルテレビ局の、場合、経営統合すら一筋縄ではいきそうにない。とはいえ、物理的な境界を消滅させたインターネットの、登場の前に、都道府県域にとらわれるローカルテレビ局の、限界は明らかである。家庭用ビデオの普及と、動画配信サービスの急進で、視聴者のテレビライフは激変した。地方紙やローカルテレビ局は地域に、密着したニュースを掘り起こし、地方行政の監視機能を、果たしてきただけに、もし、その存在がなくなったり、弱体化したりすることになったなら、地域社会に及ぶ弊害は限りなく、大きくなる。ニュースは以上。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。この記者の結論はよくわからないな。必要とされてないから消えていくのに、地域社会に及ぶ弊害って何ですかね？地方行政の監視機構を、果たしてきた？全く存じてないんですが、勝手な妄想を書かないでくれませんか？どう見ても癒着の方が多いですよね。まさか、マスコミは第四の権力とか、未だに思っているんですかね？まだそんな愚かな認識で、生きているんですかね？だから、新聞もテレビも消えるんですよ。米国を見ればわかるだろう。マスコミ嫌いなトランプ氏が、再選した、ハリス氏がリードとか書きながら、結局はトランプ氏の圧勝である。しかも、過去最大の広告費を打ち出して、負けるという馬鹿げた話。それで日本のテレビ局はハリス氏推しだもんな。お茶の間に人気である石破氏は選挙で大敗し、トランプ氏との電話会談はわずか、5分で終了。ユン氏は十二分なのに石破氏が相手にされてないのがよくわかるだろう。もはや、総理大臣としても認識されてないかもしれない。マスコミは偏向報道しかしないから、ネットで情報を得る。視聴者離れが起きているのがわかっていない。日本政府はさっさとテレビ局の、殿様商売の土台を、潰して競争原理を導入しろよ。別にチャンネルがいくつもあっていいじゃないか。なんでくだらない番組しか、放送しない局が電波を、独占するんだよ。だからネットに負けるんだよ。地上波でディズニーチャンネルや、ナショジオチャンネルが放映されるようになれば、少しはテレビも見直されるだろうが、今のままでは未来はない。それでは韓国の話題だ。と言っても、トランプ氏がさっさと日本は首相を、交代しろってことだと思う。さっき、少し触れたが石破総理に、対して5分で電話会談を、終了させた。ユン氏より短いってことだ。では記事を引用しよう。政権居座りに執着する石破茂首相自民党総裁が、四面楚歌に陥りつつある。7日の党両院議員懇談会では、衆院選で勝敗ラインとした、自公与党で過半数を割り込む大惨敗を、喫した責任について集中砲火を浴びた。国会運営では、少数与党ゆえ、躍進した国民民主党の意向に配慮せざるを得ない上、国会の最重要ポストの、一つである衆院予算委員長を、立憲民主党に譲り渡した。米大統領選で勝利したドナルド、トランプ前大統領との、電話会談は、なんと韓国のユン、ソンヨル大統領の、半分以下という5分間。米メディアには、石破首相の日米同盟不平等論を、問題視する向きもある。過去に現実軽視の持論を、並べ立て、他人を批判し続けた特大ブーメランが、次々と刺さっている悪循環は続きそうだ。略、米報道日米に緊張が高まる可能性秘めている。石破政権は外交でも不安は尽きない。石破首相は7日午前、米大統領選で勝利したトランプ氏と初めて電話会談を行った。石破首相は日米同盟をより高い次元、段階に引き上げていくことで一致した。フレンドリーな感じがした。本音で話ができる人という印象を持ったお手応えを語ったが、時間は5分間だった。トランプ氏は、フランスのエマニュエル、マクロン大統領とは約25分間、韓国のユン大統領とは約12分間も、会談している。前中オーストラリア大使の、三条慎吾氏は7日、自身の X 旧ツイッターで、
わずか5分しか相手にされず、英語も返さないのに、何をもって、非常にフレンドリー、と、判断できるのか？メディアの突っ込みが弱すぎると、指摘した。米メディアでは背後から銃で、撃つと党内外から批判された。石破首相の政治スタイルを、問題視する向きもある。ベーシボールストリート、ジャーナルは、自民党総裁選の、投開票日9月27日、石破首相が日米同盟を、不平等だとして、再構築を唱えてきたと、指摘し、米政府との間に、緊張が高まる可能性を、秘めていると報じている。以下全文はソース先で、ニュースは以上。そりゃそうだろう。そもそも日本では裏切り者の石破氏は相当、嫌われているのに、アホな自民党の政治家がなぜか、持ち上げていた。それでお茶の間の人気というアホなマスコミに、踊らされてこうなったと。でも、選挙をすれば石破総理など、国民からすれば、さっさと交代しろ、の一択だった。これもメディア操作だよな。お茶の間の人気とか言って、国民を騙してもトランプ氏は騙せない。そして偉大な安倍元総理を、批判しまくりだったものな。特にコロナ禍はひどかったよな。全国の新聞が消えてもいいと、思ったことの一つでもある。何度も述べるが安倍元総理は圧倒的に、すごい政治家だった。それを国葬反対とかアホなメディアが、たくさんいたわけだ。大体、トランプ氏だって亡くなった時に、かなり悲しんだコメントを出していたじゃないか。日本のクズメディアは安倍元、総理がやってきたことに対して、敬意を払わないクズの連中。2000万部激減どころかさっさと、廃業しろよ。安くで買い叩いた不動産業でもやってればいいだろう。でも、トランプ氏に嫌われているなら、すぐに石破総理は降ろされるだろう。日米同盟を重視する日本からすれば、最悪だものな。過去の言動を振り返れば石破氏が総理なんてあるはずもないのに。担ぎ上げた自民政治家は全員、消えることになるだろうな。ニュースは以上。霊夢。これはやばくないか。だから、言ったじゃない。石破氏はさっさと退陣しろと。まさか自民党大惨敗なのに、総理を続けようとか。そりゃトランプ氏も許さないわよ。国民目線からしてありえない。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。